鳥山石炎、根弱百鬼周囲より、屏風屏風は、鳥山石炎による妖怪画集、根弱百鬼周囲にある日本の妖怪。根弱百鬼周囲の解説文によれば、病部とは、病部の外側から人を覗き込む妖怪で、七尺もの病部の向こうをも覗くとされる。中国の古典によると、旗の始皇帝は殺害されかけたときに、 関陽宮の屏風を飛び越えたと言われるが、石円の解説にある七尺の屏風とは、この関陽宮の屏風とされる。このことから、屏風とは石円が、中国の古典をもとにして描いた、創作物との指摘があるが、一方では、多くの男女の姫ごとを見続けてきた寝室の屏風が、不創心になったものが、屏風、との説もある。小説家、山田則夫の著書、 東北階段の旅には、屏風のぞき女と題し、秋田県の以下のような階段が述べられている。戦北軍角野建に住む西田聖左衛門という武士が、結婚し、美男美女同士の結婚と評判になった。しかしその書や、布団の中で聖左衛門が新妻を抱こうとすると、周りを取り囲む屏風の影から痩せた女が長い髪を垂らして覗き見ていた。 どこから来たかと星座衛門が問うと、のぞき女だと名乗った。次の晩も、同じようにのぞき女が現れたので、星座衛門が屏風を立てることをやめて、蔵にしまったところ、のぞき女は現れなくなった。後にこの屏風は寺に奉納されたという。ありがとうございます。